課金 TV Everyday。 デンモンハロー YouTube。 どうもヒカキンです。はい、変な動画です、すいません。ただある意味ちゃんとした動画でもあります。すいません、意味わかんなくて。はい、すいません、ふざけてないんですよ。最近鏡で自分の顔見たり、よくさ自撮りするじゃん、 YouTuber インフルエンサーね、こうインカメで自撮りするじゃん。そん時にとんでもないことに気がついちゃったんですよ。ちょっと待ってね、すいません、なんか顔のドアップばっか映してすいません。はい、もうもったいぶってないで言っちゃいますけど、俺聞く耳になってね、これマジで、変な動画ですいません。ただこれ真面目な話なの。もともとちっちゃい時から耳たぶプニプニで大きいねみたいな言われてたんですけど、俺こんな含み耳だったっけと思って、ちょっと待って。いや、さ、こうやって見るとさ、もうほらこんなの出てんのよ。でこうやって上から見たりしても、これほら、これわかる、これもう七福神みたいになってんのよ。神に近づいている、そんなわけない、そんなわけ、ほら、これ自撮りするとめっちゃわかんのよ。だから気づいたんですけど、いくよ、オン。これわかります？皆さん自分撮ってこうなる？こうなるって、まあなる人となんない人がいると思うけど、これよ、わかる？これこれ俺絶対昔こんな含み耳じゃなかったんだよね。もちろんほら年取るとさ、なんか耳たぶでっかくなるとか確かあんじゃん、多分じいちゃんの耳たぶでかいみたいな、あれね、わかんない、ちっちゃい人もいるけど、そういうのもあると思うんだよね。年取るとなんかダイナミックになってくやつね。いや、こんな俺含み耳じゃなかったと思うんだよね。ちょっとまあね、もちろん太ったり痩せたり太ったりして、ここの首の肉がついてこう押し上げられてきたとか、そういうのもあんのかもしんないけど、ただ太ってもなんない人もいるでしょ。なのでえっと思って、今日は私ヒカキンがいつから福耳になったのか、ていうか耳たぶがでかくなったのか、 YouTube 始めた頃とか、昔のネットの写真、多分2007年くらいからあるから、ヒカキンの耳たぶはいつから福耳になっていったのかを全部しっかりと調べ上げたいと思います。なんだこの動画。ただ気になるじゃん、俺ね、二十歳の頃とか絶対こんな福耳じゃないのよ。そう、別に福耳になったら本当に嫌とかじゃないんだけど、ちょっと一回古い YouTube 動画とか見て、完璧にいつから僕の耳たぶが変わっていったのか解明したいと思います。見に行く。はい、まず2007年から見ていきましょう。15年前ぐらいか、15年前。この時はうわ、もみあげで見えねえ、耳が。はい、これ却下ですね。あ、ってことはこれはちょっと2007年がきついんで2008年。おおおお、ちょっと待って、お分かりいただけただろうか。ちょっと待って、えっ、ここスッと言ってるよな、これスッと言ってるよな、これ。嫌じゃないんだけどね、別に福耳になったのは。ちょっと待って、いや角度ちげえってこれ、いや角度ちげえってこれ。あ、これ最高画質、完全にスッとしてる、これ分かる？この角度よ、これ。今だったらちょっと同じような格好すると右か右耳か、ほら全然違うのよ、これ。分かります？はい、2009年か、これ8年飛ばしちゃったな。2009年は耳たぶが福耳になってないです、多分。
それもね、角度の問題かなとか思いつつも、ちょっと動いてても、スーッと言ってんのよ、耳が。やばい、13年前だから20歳だね。20歳の時はなってない。やばいことが分かってしまった。もうちょい耳が分かりやすいのないかな。もうヒカキンチャンネルいいね。古い動画で見れるぞ、これ。耳タブが出てそうなやつ。古い順。うわ、これとかもで、うわっ、ん？このラインちょっとこれ画質見づらい、なんか変なエフェクトかけてんだけど、左耳がこれでしょ。ほら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 、え、スーッとしてる。これ2010年、耳たぶん含み耳じゃありません。次、ほとんどこのメインのやつはヘッドホンしちゃってるから、これヒカキン爆点。あ、画質悪い。当時からでも頑張ってこだわってたんだけどな、画質。ん？お、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 これバク転してんすよ。あ、バク転はして、あ、してるはずなんだけどな。この辺でズームかけて。最後確かこれ顔のズームになるよな。撮影成金。さあ、ここで、細いな、この時。あー、くす見えねえ。他どれだ？ダメだ、ほぼヘッドホンしてる。これ見やすそうだな。ワン、うわー、これ綺麗。スリー、フォー。大地くんとのコラボ、モータルコンバットビートボックス。あ、ここ見て。耳はスーッとしています。これ見て、これが2012年、10年前、ここまでも、なってませんね。はい俺は何をしてるんだろう。はい、次、10年前でしょ。ガンガンいかないとこれ終わんねえぞ、10年間の歴史。ちょっと待って、このアリアナさんとの動画ちょっと始まった。これ一気に飛ばしたんですけど、2014年、8年前、ちょっとボリューミーになってね。あれ？ちょっとボリューミー入ってね。こっちはスーッといってるけど、こっちちょっと始まってる？これ。ちょい始まり疑惑だな、これ。待って。その間は、間。あ、これいいかも、デビッド・チョイ。9年前です。あっ、うわー、角度的に分かんないけどボリュームが出てきてんな。いや、まだ出てないな8年前。いやスッとしてるよ、ここ8年前。ヒカキン TV で見てみるか、これ以降は。あ、これもよく見えんじゃん。あー、ちょっと始まってるか。9年前、あ、まあ、でも、かなりまだスーッとしてるんだけど、2013年、9年前ぐらいからちょっとボリュームが出始めてる。ってことかな。でも今ほどじゃないよな、全然。うん。始まったということが、実はちょっとした違いだから自分でも気づけなかったんだよね。ちょっとヒカキン TV 飛んでみましょうか。やっぱ映像分かりやすい。あ、ただヒカキン TV だとありすぎて、さっき8年前ぐらいまで見たから、これ結構耳たぶ出てるな。うわ、やっぱり10年前、超スッキリ。はい、見る、もう見る必要ないね。これさ、1年にさ500本とか動画上げてる頃だからさ、全然スクロールしても9年前。あ、もう明らかだね。はい、9年前、スッキリしてます。じゃあ魔の8年前いくよ。お、ここら辺から8年前だ。結構髪の毛が短くなってきて、これ見やすそうだな。メガたこ焼き、面白いもの見つけた。
これ9年前か、まだちょっと膨らんできてね、ちょっとボリューム出てきたな、多分9年前。焼きソース、ただ青のり、今とは比べ物になんないね。うん、7年前来ました。これやばいな。うわ、これが8年、あな、もう8年来て7年前ぐらいか。あっ、ちょっと顔細いけど、ちょっと始まってるな、やっぱり。8年前から開始されて、うわ、なんかちょっと成菌っぽいな、顔が。まあいいや。あ、でもまだスッとしてるな。おい、いつなんだよ。ほんとこれゆっくりだから俺気づかなかったんだな。これマンションが火事になりましたみたいな。お、あ、あー顔やべえなこれ。ちマジマジ、あ、あれ終わった。あー逃げよう。おお、あー下からのアングルだとちょっと始まってんな。8年近く前。事前にこう、ちょっと始まってる、ここの感じが。っていう、まあまあ、いい訓練。ちょい始まりだね。ぷくっとしてきた。約7年半前ぐらい。6年前。超強っ。始まった、本格始動した。これ始まったよね、完全に一気だ。待って、ということは2015年ぐらいに一気に来たんだ。うわ、超来てるよこれ。おい、てかね、来てる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 、行った時点で無理だこれと思って。これカズさんの筋肉が出てきちゃった。これ本日もご視聴ありがとうございました。この頃の動画3分しかねえや。はい、 YouTube ショーツみたいな時代だよな。完全スタート、完全始動が2015年ですね。皆さん覚えててください。ヒカキンの福耳スタート、完全始動は2015年8月くらいです。はい、じゃあもういよいよこっからとどめですかね。これサムネがもう来てるな、このドラクエのやつ。これ来ちゃってんな、5年前ぐらい。6年前。わかるんですけど。余裕で来てんじゃん。これもう結構来てるね。だから今ほどではない。今ほどではないよね、ほら。まあ、角度の問題もあるけど。2016年もかなり来てる。映してる、これイヤホンだ。2017年5年前。耳を塞がないイヤホン。外側、例えばさ、でも、これカメラの撮り方の問題もあるけど、いやちょっとすっきりしてるわ今より。本格始動はしてるけど今ほどじゃない。じゃ3年前ぐらいまでいっちゃうかも。さあ、もう2年前ぐらいまで来ましたね。これはめっちゃ始まってんじゃん、これ。さよなら虫を、すいません、虫が出てくる動画なんですけど、2年前、もうバンバン始まってる、ほら。いや、やっぱこれこれだよ。そっか、ということで、成熟期ですね。成熟期は2年前ですかね。一気だね。3年前くらいから一気に来たんだ。で、去年世界中、うわ、バキバキに始まってる。世界めちゃめちゃ始まってるわ、これ。去年で、今年、これやばい。やっぱでも今年加速した感あるよな、これ。まあ、ほらほら、ビーって。はい、というわけで、年表で言うと、まあ、本格始動が2015年。で、じわじわ来て、2020年ぐらいにもう成熟期に入ると、そういった感じで。
でした。はい、何だこの動画。はい、てなわけで、いやいい動画でしたね。いや、ちょっと待って、ただ、調べてみたいね。なんで耳たぶでかくなってんのか。耳たぶでかくなった。ん？福耳の人はお金持ち？福耳？え？あんま出てこないな。え？え？ちょっと待って、これ怖い。寿命に関係？高齢者ほど耳が大きいに対する3つの解釈。怖い。やべ、見たくねえ。年取ると鼻とか耳とかが大きくなるみたいなの聞いたことあるんですけど。やばい、俺早く生きてるかもしんないな。早死にするかも。イギリス医師会雑誌に高齢者ほど耳が大きいという研究結果が報告されました。重力で伸びることもあるだって。あ、ちなみになんか変なしこりとか全然ないんですよ、僕。プニプニなんですよね。怖えから福耳金持ちとかで調べよう。耳たぶが厚く大きい場合、耳たぶが大きいと一般的に福耳と呼ばれます。このタイプの耳を持っている人はお金への意識が高く、貪欲なので金運が高いです。また人へも愛情を注ぐので対人関係やコミュニケーションを大切にするでしょう。ということで、ありがとうございます。いい耳でした。はい、ヒカキン福耳でエゴさしてみようか。あるかな。やっぱり、あ、そうそう、このアエラのさ、表紙を飾らせていただいた。これもすごい、もう福耳になってんもんね。やっぱそれにも書かれてる。福耳？結構福耳ですよね。うわ、結構書かれてるわ。ヒカキンさんでめちゃくちゃ福耳なんだな。ヒカキンさんで福耳。あ、はい。はい。華麗に伴うものです。はい。ありがとうございます。はい。以上です。はい。今後もヒカキンの耳タブがどんどん福耳になって、いずれこんくらいになるのをね。ぜひ期待していただいて、皆さんで楽しんでいっていただけたらと思います。意味不明な動画をご視聴ありがとうございました。ただ真面目だから、もしかしたらみんなもなるかもしれないしね。うん、もともとね、あの家系的にばあちゃん、死んだばあちゃんとかすっげえ福耳とかだったんですよね。それの影響な気がする。うん、と信じたい。はい、この動画もしよければ評価グッドボタンぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひ。その他、私ヒカキン SNS もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン、バイ。トロク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 